お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回もですねオペアンプ比較やっていこうと思います。で、今回のオペアンプは、JRC のねものを3つ用意しました。 NJM4556ADD、 NJM4558D のツヤなし、 4558D のツヤあり、こちらの3種類の比較をねしていこうと思います。で、今回もできましたら、この3種類で良かったもの、直感でね良かったものと思うものに、投票、アンケートに投票いただければと思います。はい、そんな感じで今回も、1曲ずつ、再生していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではね、これからお聞きいただきますが、今こちら装着してありますのが NJM4556ADD というものをね取り付けてあります。まず最初はこちらからいきたいと思います。で、 CD トランスポートが NEC の CD720、パワーアンプがヤマハの B1 になっております。で、スピーカーは、D70 をね接続してある感じになります。はい、それではねよろしくお願いいたします。はい、今ねお聞きいただきました。次は、4558D にね、交換していきたいと思います。はい、ただいまですね 4558D のツヤなしの方をね取り付けてあります。はい、取り付けいたしました。これで、それではね、またさっきと同じ曲聴き比べていただこうと思います。Thank you.
はい、今ね、お聞きいただきました。ツヤなし。やっぱしね、4558の駆動力、すごいですね。力もね、やっぱすごいかなと思ってしまいました。はい。それではね、次の取り付けていきたいと思います。はい、こちらですね。今、装着が完了しました。4558D の艶なしのものを搭載してあります。はい。それではね、同じ曲聴いていこうかなと思います。はい、今ね、お聞きいただきましたが、4558D のね、艶なしもお聞きいただきましたが、この3機種の中で、どれがね、良いでしょうか。まず最初が、4556ADD。で、2番目が 4558D の艶なし。3番目が4558の D の艶あり、ということになっております。こちらはですね、アンケートで、自分の直感でこれだと思ったものを、思ったものに投票いただければ大変嬉しいと思います。はい。今後実験とか、いろいろなものの、勝ち抜き決定戦じゃないですけどね、良かったもの同士、残ったもの同士でまた今度戦わせていこうかななんて思っております。はい。今回はね、これで以上となりますが、また次回何か次は4種類ぐらい、用意して、もうそれはもう仕分けしてあるんで、次の動画では、やっていきたいかなと思っております。はい。今回もね、アンケートの方、ご回答の方、よろしくお願いいたします。今回やった3機種、前回やった3機種、次にやる、2機種か4機種か、時間的に余裕があれば4個いっぺんにやっちゃいたいと思うんですが、その中で選んでもらったもので、いいもの同士今度戦わして勝ち抜き決定戦みたいにしていこうかなと思っております。それが終わりましたら、この DA コンバーター少し改良を加えていこうかなと
思います。はい。で、まあ、皆さんに選んでもらったオペアンプで、一番になったもので、次の、音決めをしていきたいかなと思っております。はい。今回もね、動画をご視聴いただきまして、ありがとうございました。